2024年最初のネットミームがイカれていると話題になっています。毎年何かのきっかけによって生み出されては消えていくネット上の流行であるネットミーム。2023年に流行したものといえば、推しの子のオープニングアイドルが途中から違和感なくゲッターのオープニングに変わる、通称完璧で究極のゲッターというミームだったり、クレヨンしんちゃんの映画のワンシーンを元画像にした待ちなさーいのミームだったり、実写映画版キングダムのこの画像を貼って絵が可愛いからとメイドインアビスを読み始めた母親と見つめる私なおと、シチュエーションを付け出して遊ぶ構文が流行り出したのも去年からでした。これらは大体ネット上にポロッと誰かがした投稿が元となり、ネトミンがそれに乗っかることで加速していくという形で広まっていくことが多いのですが、2024年が始まってすぐにとある投稿がきっかけで、今年最初のネットミームと呼ばれているある概念が流行していましたね。元となったのはこちらの投稿です。捕らえた囚人をあれこれするエロゲのスクショ風画像です。ということで、こちらの方が大人向けゲームのキャラ風な女の子の画像とともに、この子の色々なステータスが載っている画像を投稿していました。この女性の名前は囚人 A ちゃんというもので、ゲームみたいに記載されていた様々なステータスの欄には交換インランドのようにエッチな展開につながりそうな項目が並んでいたのですが、下の方をよく見ると彼女がなぜ囚人になったのかがわかるような犯した罪も記載されていたんですよね。お感づいている方も多いかと思いますが、この画像が話題になった理由は、こいつが犯した罪がエグすぎるという理由でした。文民の居住区域に対する無差別攻撃、公正な裁判に基づかずにゲリラを処刑などなど、罪の内容が設定として書かれていたのですが、それらが罪のない一般人に対しての無差別攻撃などを含むシャレにならない戦争犯罪だったことから、この囚人 A さんは戦争犯罪をいくつもやっている頭のおかしいやつだったということで、最初はポストにある通り、この囚人をあれこれする妄想を楽しもうとしてウキウキと群がってきたネット民たちも、いやよく見たらこいつカス野郎じゃないかと一転してドン引きをすることになってしまいました。あれこれしてる暇なんてあるか、罪状がガチすぎる、ただの戦犯じゃねえか、くうなぜ私がみたいな顔してんじゃねえよ、エロゲじゃなくて法廷に出てくれなおと、この子に対して本気のヘイトが向けられ、いつしか戦犯ちゃんと呼ばれるようになったこのキャラは、ネット上でこいつがやった罪のヤバさを解説する有識者やカスすぎるとドン引きするネット民たちによってどんどん拡散されていたせいか、旧ツイッターである X にて数日間トレンドに座るようになるほど話題になっていました。元画像を生み出した方は戦犯ちゃんとは呼んでいなかったにもかかわらず、この名前で広がったという長所イレギュラーな形で派生したミームとなっていますね。さらにこの戦犯ちゃん、先ほどお見せした元画像のステータス欄をよく見てみると、あれだけの罪を犯したことで捕まっている間に尋問を何回か受けているにもかかわらず、食材意識のステータスはゼロと、全く自分がした罪に対しての責任感を持っていなかったということで、戦犯ちゃん尋問回数18で食材意識ゼロなの頭おかしいね、即刻処刑するしかねえだろうなおと、あれだけのことをしておきながら罪の意識が全くないことに対してさらにドン引きする方もいましたね。ちなみにこのたった1枚のイラストと文章だけで構成された戦犯ちゃんという謎の概念は、日本のみならず海外でも話題になったようで、このスレッドはちょっと面白い、変態の中の変態でさえ彼女の犯した罪のせいでっこが立たなくなった、人々は彼女のことを戦犯ちゃんと呼んでいるということで、さすがにこいつには興奮しなかったと海外に気に解説されていたりもしました。まあ、年始から謎すぎるミームが流行してしまいましたが、この嫌われるという形で流行した戦犯ちゃんに対してエトミたちが抱くヘイトの気持ちはやはり半端ではなく、罪状がガチすぎる上に反省の色がなさすぎる、一丁前に頬をあからめてんじゃねえよ、どんな尋問にも屈しないみてえな顔してんじゃねえカス、戦犯が正しい意味で使われてるの久々に見た、軍事全く分からんけどこの子がヤバいことはなんとなく分かった、可愛いは正義が崩れた日なおと、本気の恨み事を言われていましたね。この2024年初めてのミームと呼ばれる戦犯ちゃんは、今までになかった方向に変な盛り上がりを見せていますが、一方でストーリーもない文字列でここまで人の心を動かしたのはすごいわ、どんなに可愛らしいキャラクターでも悪辣なことを行っていれば愛せなくなるのかなおと、ネット社会の人間の思考実験的な側面でこのミームに関心を持っている方もいましたね。本日のニュースでした。